マーチ 87G は、マーチエンジニアリングの1987年型グループ C シャシーに、日産自動車の3.0リットル V 型8気筒、ツインターボエンジン Y30 を搭載した、グループ C カー。1987年の全日本、スポーツプロトタイプカー耐久選手権、及び、ルマン24時間レース参戦用に、日産が、マーチより3台購入した。 マーチではこの年日産エンジン用以外のシャシーを製作せず、87G は日産専用車となった。86G と比べるとリアのオーバーハングがカットされたように短くなっているのが特徴である。星野レーシング、ハセミモータースポーツからエントリーされた。搭載されたバイ30は日産にとって R382OV 型12気筒グレーン。 X 以来のレース専用エンジンである。デビュー戦は1987年 JSPC 開幕戦鈴鹿 500km。星野和義が予選で2位を獲得するも決勝はドライブシャフト破損で17周でリタイアとなる。2戦目の富士 1000km では長谷ミ・マ弘がポールポジションを獲得するも雨の決勝ではワイパーが作動しないという。 初歩的トラブルでスタートできず、修復後スタートするが一スティントを得る前にエンジントラブルでリタイアとなった。ルマンを前に欧州でテストを重ねるが熟成が進まずエンジントラブルが続発する。ルマン本線ではドライバーの驚異的な粘りで12時間目までに8位に上昇する検討を見せるが結局リタイアとなる。この惨敗のため逆に日産は この後本腰を入れて、ルマンに挑むようになる。ルマン後の JSPC でも目立った成績を収めることはできず、第4戦、鈴鹿1 0 0 0トルでの5位が最高位。この年に賞を挙げたトヨタ 87G に大きく水をあけられることとなった。日産は翌年、この 87G のモノコックをベースに、ホイールベースを延長し、内製のカウルを装着し、倍30から。 大幅に改良されたエンジン VRH30 を搭載する日産 R88C を投入することとなる。なお、このマーチ 87G、日産は日産 R87E の名でエントリーししている。ありがとうございます。